さあ皆さんこんにちは。今回はこの竜の山の祠というダンジョンを、ファーストダンジョンをもう華麗に一発でというか、もうダメージ一つ傷一つ負うことなく攻略できたらなと思っております。あれ皆さん気づきました？ちょっとしゃくれてるんですよ。いやこれがですね、舌を一回噛んだと前回かトアプリの方かで言ったと思うんですが、まあそれでちょっと今口内炎中ということで、いやそりゃ視聴者舐めてないかい、私ら舐めてないかいということなんですけれども、落ち着いてください皆さん。もうね、意図的にわざとしゃくらせるならまだしも、もうどうしたってしゃくれてしまうというのは、こう僕が1年にじゃあ300本仮に動画を出したとします。その300本の中でまあ1本か2本かってぐらいのレアケースですので、今回皆さんしゃくれを思う様楽しんでいただきたい。こうなればね、これでも更新してしまうんだな動画を。これね、プロ根性とかっていうもんじゃなくて、なんでしょうね、もう空気なんだな。吸って吐いてが日常だ。あ、これだ、これ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 、火を持ち、ここだな、ね、こうやって火をつけると宝箱が出てくるって寸法ですよ。さあ、さっきも言いましたが、もう今回ダメージ一つ負うことなくクリアしてしまいましょうよ。どれほどこの山の祠訪れたと思ってますか、小さな鍵と。もう本当にダンジョンマップなんかいらないからな。さあ行きましょう。目の前封鎖された扉、この木、打ち付けられた脆い木は剣で壊すことができます。さあ見てください、これもう暑いね。何もこうも梅雨も明けてだ、夏に差し掛かろうって時期にここをわざわざ攻略することもないよね。それでなくとも暑い服を着ているのにだ。危ない危ない危ない、こっちだ。よし、スピード勝負というわけじゃないが、スルスルと攻略してしまおう。危ない。この Wii U ゲームパッドの感触ようやく慣れてきたってぐらい、ようやくね。危なっ、バードアタックしてきますからね、あいつら。よし、こ、爆弾花と火を用いましょう。ここはごまだれ、これだけだな。しばらくは屋内の攻略が続きますね。こうして水を掘り投げるとだ、足場ができるんですよ。でも一定時間のみですからね。これ届くか、危ない、あ、しまった。本能的にこれはね、ダンジョンマップです。きっとそうでしょう。そうでしょう。ダンジョンマップと。OK。これは、ほら、見て、何だった、右見て、左見たらもうなくなったぜ。怖いね。よし。おっ、若いな。ここ、見て、ほら、動いてくるよ。ゼリーが真上、奇妙な光景でしたね。ここは盾、ブン、分かってんの、危ない、分かってんのさ、もうないかい。これね、こっからは、おっ、これこれこれ、幸せのペンダント。後ほどこのペンダントめちゃくちゃ欲しがる人がいますので集めておきましょうね。ルビーもたくさんだ。今回はこのザンビラが必要になるんですよ。これ出ますでしょ、ひときわ大きい。ほら、普通の剣だと破壊できないんだよなあれ。ほい、よし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 、うわー、え、これは小さな鍵だな。オッケー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 。小ぶりな宝箱の中には、あああ噛まれた程度だ、アメーバに。このダメージなんて言ってたら始まらないわけで。ハートゲット、超消しだね。じゃあこの壺を壁に生えてる爆弾花を刺激する。そうそうそう、すぐ爆発します。インターバルなかったな今の。なんかこれシャレ神戸がどうして、誰のこれ、リト族のっていうのかい、もしかして。そんなわけはなかろうたい。あ、ここだ、ここだ、ここだ。ここですよ、小さな鍵。一番最初のとこでしたね。一周ぐるっと回ってきたって感じですよ。
で、ここはまだ行けそうにない。やけに天井から落ちてくるもん。おいおいおい、やるの。食べかけだな。赤チュチュゼリー、これはね、ドリンクになります。煎じて飲むと。ここもだろう、どうせ。これできた。飛び出て刻まに破ってやったぜ。こっちもだ。あれ、剣持ってたかい、あいつ。持ってなくない？あ、今回火だ。え、火だけどさ、火がないぜ。一回戻って、またさ、敵が復活してると思うんだよ。ほら、出てこいよ。来た。え、この木持ってなかったことないか、お前。ほら、倒せば落とすわけだよ、普通は。さっきなかったね。燃やします。ほら、もう謎解きでしょう。で、スイッチを押すと、そうすると扉が開きますね。扉の前の鉄格子が開きます。こういうロック方法なんですよ。出た、屋外。わ、まぶしいね。いいね、晴天。ここはもちろん、ここから見て、ほら、もう噴火してるから、危ないから。こればあちゃんには見せられんど。こんな危ないこと。鳥さんがいる。大丈夫か。よし、ここもだ。張り付いて、これやばい。おひょ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 、ギリギリですよ。ほっぺとかビシビシ当たってると思うんですけど、オレンジジュースかなんかとでも持ってるんでしょうか。危険ですか、大変。よしよしよし、 OK。 このでかいはもちろん爆弾なんですが、ほら、張り付いたりピンチ力だけで攻略していきたりしますよ。よし、タフだな。習ってたかい、訓練してた、どっかで。持つタイミングが必要ですね。ほい、うまい、抜群の安定感ですな。 OK、 中に入っていきましょう。外の空気はこれまで十分吸ったな。ここはどんどんと足場にしていかないといけない。このコンクリをな。ほい、あ、もうこれできちゃった。ほら、こうして、こうだ。で、こっからね、忠告が入りますよ。大事な大事な。ほら、来た。電話だ。もしもし。せな、人の持ち物をくすねていく小賢しいネズミに見覚えがあるだろう。頭にくるやつらだが、所詮はネズミ。巣穴を探して近くで餌でも撒いてやれば、溜め込んだものを分けてくれるかもしれん。一度試してみたらどうだ。巣穴があるってことは、あ、そうですよ、僕たち持ってますよ。ですね、寝物袋のこれだ。危ない、巻いた。お、お、お、かわいい。うまーい。お前いいやつ、なんか売ってやる。売る、どれ欲しい。バイバイ、赤い薬が欲しい。赤い薬30ルピー。高いこともないのか。買う。おまだれー。ネズミから赤い薬買ったよ。また食わせろよ。いいやつだった。こういう襲ってくることもないんでしょ。いいね、餌常備だな、ネズミと友達。しかし、ネズミってこういうとなんですが、友達になってから言うのもなんですが、小汚いと聞きます。すごく。そのネズミからもらったのが薬っていうね。ごまだれ、小さな鍵をゲット。よし、そこの大事そうな宝箱の中身とは、ダンジョンマップと対をなす陰と陽の存在。どれ、なんだい、自分から名乗ってみ。ほら、これ、おまだれ、コンパスですよ。これで宝箱の位置とかがわかるわけです。OK。あ、ここだ。もう鍵を使ってしまいましたよ。再び屋外。階段。で、めいめい泣いてるでしょ？ヤギかなと思ったら鳥なわけですよ。あの鳥の巣の中に、まだれー、鳥の首の骨が折れてます。危ない、帰ろう。うわ、うふ。よし。脅かすな、脅かすな。鳥は鳥であろうとしているだけなのだよ。
ここは声持ち木の棒す明かりが必要なんですよ。こんもり近寄るな。ほいしまった。あーあーじゃこの出てこなければ撃たれなかったもの。ういお願いします。おこれはルビーとかだろう多分。お幸せのペンダントいいですね。これ大好きですよ。20個ぐらい必要な人がいるんだったっけな。あまだ火が必要。ボウボウボボウ。よーし周りを見ろ。何もないな。いらな。行こう。橋。よっ何これ鳥かご。鳥かごの少年さ。この壺はワープゾーンです。ショートカット壺。これ画期的なアイテムですよね。よーし。この先ですね。この橋の下もなんか広がってますよね。降りる手もないか。何食堂？食堂か何か？なんだ声一つ上げなかったか。で、あたりにめちゃくちゃ潜んでると思うんですよ。潜んでるというか、隠れてるんだ。どっちかというと。ニュアンス的にはそうだな。見てて。ほら！何してんの？全員倒さなきゃいけなかったんですよ。ブン！たまーにペンダント落としたりしろ。ジルビーか。そこの壺も怪しいな。くせえな。ワゴン。三角座り。壺の形状からして、もう入ったらひとたび出れんぞ。お早っ！あ、で、扉が開きまして、ほらまたね、火が心もとなくしてるでしょ。この子たちが持っていたこの木の棒、やはりこれ大事ですね。どんどん使っていきましょう。宝箱、これね、あれだったと思うぞ。地図。うん、この形状の箱はね。よーし。地図だな。地図だ。宝のマップの地図。99番。おまだれー、宝のマップ。番号までは分かんなかったか。はしご登りまして2階。この先。さあ、もう中盤は差し掛かってるだろうかな。出ましたよ、これ。見て。ほら！虫だ！有無を言わさず、殴りかかってきたぞ。ハート。いいね。危ない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 。この水を持って、で、ここまでは多分大丈夫なんでさ。投げて、乗る。いやー、ジャブ！2バウンドぐらいしたぞ。あーおー飛んでった今。でもこれまた間に合わないとかってやつじゃないの。もう乗っておくよ。じゃあもう頼む頼む頼む、間に合え。あーもうギリギリチョンギリギリチョンギリギリチョップのチョン。危ねえ。結構持つね。ああもう消えた。危なかった。よっでかいねやけに。あボス部屋前ですよ。あれ見て、ほらほら、あれあんな仰々しい宝箱してさ。宝箱じゃねえよ。おいシャレ神戸すごいね。挑戦していった強者どもの数といったところでしょうか。でリンクさんがねずーっと気にしてんの。あれなんだろうね。砂漠なんだ。こっちにも。あっいやおい開いた。ここの正面の謎が解けるのはまだもうちょっと先。屋外に行きましょう。うわ、眩しい。だいぶ登ってきてますからね。標高もえらい高いぞ。あ！マル様。苦しがってそうですね。階段、ちょっと見て。これ見て、見せて。うわぁ！でもさ、方向キーをちゃんと倒してれば、慌てることはなかったと。ここから先。ん？おう。あ、メイドちゃん！かわいい、今の。あんな目で見てられちゃ。ほれ！
ほどほどして動かんわけにはいかんわな。ほら耐久力は変わらんね。盾が泣くぜおめえら。ハード出しただけかい。自陣情けないとは思わんのか。どこ掴まれてるのか。ケツタブだよ。ほい。ただこのゴリラは結構防いできますからね。でこれおお。ほらなかなかサカシがうよーら撃てこら。うわっ、その続くのやめて。危ない。隙あり倒した。まあ三角印かな。あまり綺麗な勝ち方ではなかったかな。緑ちゃん、ちょっとな、暴れてるね結構。あ、ペナ止まります。またねー。物好きにはたまらないね。ただ趣味の悪い首飾りで価値もないように見えるが、見る人が見るとあるらしい。でも真理やね。さあメトちゃん、セナさんは助けに来てくれたんですか。もちろんですよ、ありがとうございます。そうだ、それより大変なんです。どうした。どうやらバルー様の尻尾に何者かが悪さをしているため、あのように暴れているんです。そのようだね。バルー様の尻尾はちょうどこの下の部屋まで伸びている。きっとそこに何かがいるのでしょう。距離感が近いね。私を捕らえたさっきの化け物たちが関係しているのかもしれません。早く何とかしないと。私このことをみんなに知らせてきます。セナさんはこれを使ってここから出てください。私がここに来るまで使っていたものです。ごまだれー、鍵爪ロープ。ちなみに船で使えば海に沈んだものも引き上げられます。引っ掛けられる場所にはプッ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 プ。さあセナさん、こっち。オッケー。この枝に鍵爪ロープを引っ掛け向こうまで飛べば出られます。枝を狙った時にはプップップが出るはずですので、さあセナさん、私に構わず急いで。了解。あ、ごめん、抜けた剣もらっていって構わないかい。